はようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために発信している番組でございます。はい、はい、ということでですね、はい、今日はですね、3月12日ですね、はいはい、3月入って2回目、2週目ですね。はい、はい、皆さん、健康に、お過ごしでしょうかっていう感じなんですけども、はい、今日はですね、はい、3月12日どんな日かなっていうのを、はい、はい、帰ってきました。はい、お帰り、はい、しかも髪の毛切って帰ってきました。はい、はい、はい、っぽくね、なりました。はい、はい、そして、そして、そして、3月12日、この日何の日？あ、そうか、気になる日。ありがとう、はい、ありがとうございます。はい、はい、今日はですね、はい、サイズの日、サイズの日、あ、312でサイズね、はい、はい、はい、語呂合わせですね、はい、ということでワコールさんが設定いたしました。はい、はい、はい、3月に新生活を迎えて服や靴、はい、インナーなど様々なものをね、買い替える時期となっています、うん、はい、この日をきっかけにサイズの大切さをより多くの人が知って、うん、自分の体にフィットしたものを選んでもらいましょうっていう日のが目的で言われております。はい、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 で、もう一つ、はい、サンデーホリデーの日、サンデーホリデー、はい、はい、はい、ハンドンの日、うん、おー、ハンドンね、うん、はい、はい、はい、ハンドンって何ですか、はい、知らんの、はい、ハンドンやん、ハンドン、ハンドンですよ、ハンドン、ハンドンですやん、ハンドン、なんていうの、ハンドン1日半分ってこと、はい、1日の半分、そうそうそう、土曜日が、そうそうそう、土曜日が半休っていう時は半ドンっていう、なんで半ドンですか、半分休みって言ったら、だから、まあまあサンデーホリデーっていうのもそうなんやけど、もともとね、これね、明治政府はあれやったんですよ、最初に決めた法律ではね、はい、1と6のつく日が、うん、お休みっていう法律やったんですよ、うん、だから1日、6日、で、あと10日でしょ、うん、で、16日でしょ、でまあ、11日もそうなんだ、だから11日は連続なのかな、うん、で、26日とか21日とかいうふうに、1と6のつく日がお休みやった、結構多いですね、まあまあまあ、多いですね、でこれね、1と6っていうふうになると、うん、要は日でやってもらうから、はいはいはい、こうバラバラになるのよ、お休みの期間が、そうですね、そうそう、働いてる期間とお休みの期間が、なんか働いて休んで、そうそうそう、なんかややこしい、ややこしい、かなり不規則です、そうそうそう、で、特に明治になるとほら海外とのやり取りが出るでしょ、はい、でグレゴリオ暦の海外と合わせなあかんなっていう話になって、あ、まあ新暦で、しかも曜日も海外の曜日に合わせて、月火水木金土日で日曜日お休みという、制度に変わったんですね、うんうん、それがサンデーホリデー、サンデーホリデー、そうそう、で半ドンっていうのは土曜日は半分お休みっていうことなんですけど、はい、当時ね、明治の頃は皇居でね、正午お昼になったら空砲がドーンってなったんですよ、お昼のお知らせ、お昼のお知らせ、あ、今で言ったらプー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 とかってあるけど、はい、プーがドーンやってる、うん、だから皇居の周りの人たちはそのドーンっていうのを聞いて、うん、あ、12時だったからもう今日は仕事終わりやなっていうふうに思ってたのね、だから半分になったらドーンって音がするから半ドン、うん、1日の半分来たらドンが鳴るから半ドンっていうことで、うん、いやそれがだん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 こう全国に伝わっていったね、まあ、あなたはあれですよね、加古川やから、うん、多分だいぶ皇居から遠いからドンが聞こえる、だいぶ遠いな、しかも山もあんまり入られている、うん、聞こえへんかったよね、多分ね、聞こえなかった、はいはい、だから半ドンがなかった、そうそうそう、半ドン、半ドンって言った、半ドンはね、ね、だから僕らもちっちゃい時は半ドンに、うち田舎やったんで、うん、サイレンになってました、あ、なるほどなるほど、はいはい、になったらうーってサイレンになってました、ありがちやな、ありがちやな、はいはいはい、まあ、でも家でもあーって言ってたような気がする、なんかなってた、なってたんでしょ、なんか、うん、やっぱり田舎やんけ多分岸和田の方はなってますよ、あー、そうなんや、岸和田の倉庫行ったらなってますから、お昼と、あと夕方5時、あ、はいはいはい、終わる時間ね、には帰りましょうの、なるほどなるほどね、はいはい、まあまあ、だからそういうのが実は半ドンの語源なんですね、はいはい、
はい、その頃から土曜日はもう半分か半分お休みやった、ね、そういうことみたいですね、うん、そういうことみたいですね、うんうんうん、だから本当にあの何土曜日がお休みになるっていうのは相当革命的なそうですねあのことだったと思いますけどね、はい、はい、というのが、半ドンでございました、はいはい、ありがとうございます、はいはい、この避難の壁なる日おしまいです、はいはい、そしてですね、はい、この後、このプレゼンありかなしかなんですけど、はいはい、挑戦者の方が、はい、見に行きたいやりたいね、はい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 、はい、じゃあ私、はい、やってないからやりたいそうね、はいはいはい、じゃあ、じゃあそこで、はい、ここに座りますはい、はいはい、なんかすごいなこのすごい、ね、この絵がすごいな、はいで、あの今日実はですね、はい、あの判定員さんの、高橋さんがですね、ちょっとお休みなので、はい、実はすでにここに判定されてますもう判定されてます、はい、でも終わってから出しますってどっちか知らんよなんでどっちか知らんけど入ってるので2票じゃないですね、はい、やっぱりあの3票、今回は3票あるんですねだからまあ、はい、僕もどっちか出して、ね、こっちもっていう話ですから、はい、どっちが出るかなというのを楽しみにしながら皆さん最後まで、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、はいはい、では、はい、あゆみさんですけども、はい、今日は何のプレゼンを、今日はね、仮想通貨ドリームトスタディっていうのをイベントをマテリアルで行ってるんですが、それをね、ちょっといかにみんなにね、知ってもらって楽しくね、この、はい、あのマテリアルに来てもらえるかどうかっていうので、はいはい、ちょっとそれをお話ししたいなって、なるほど、はい、いろいろね、今ね、いやでも興味はありますよね、興味ね、はい、ですよね、はい、はい、じゃあですね、はい、プレゼンしていただきます、はい、では準備よろしいでしょうかはい、OK です、はい、では参ります、はい、このプレゼン、ありかなしか、スタート、はい、はい、マテリアルでは、はい、月1回ないし2回、うん、クリプトスタディっていうお勉強会、はい、仮想通貨のお勉強会みたいなのをさせていただいております、はい、仮想通貨でね、皆さんの資産、自分の資産を増やしませんかっていうの で私と坂部さんでもね、うん、一緒にやってるんですが、うん、まだね、私たちも勉強したばっかりなので、うん、こうね、学んでる最中なので、うん、みんなでね、意見交換とか、はいはい、そういうふうに、意見交換していって、あ、こういうふうにやるんだっていうので、うん、どんどんね、みんなで学習できていったらいいかなって思って、行っております。はい、まあ日進月歩ですからね。そうですね。もう新しい技術がどんどん出てきたりとか、早いですよ、進化。ねえ、で、しかもあのこの乱高下っていうかね、はい、上がる時は上がるしみたいなのがありますからね。はい、でそこの中でね、最近私たちがハマっているのが、うん、ステップステップンというアプリがありまして、ステップン、はい、はいはいはい、ムーブトゥーアーンっていうのでムーブトゥーアーンっていうことは動いて稼ぐ、そう、動いて稼ぐっていうのがありまして、はいはい、本当にね、私たちチームラッシュで、はい、ね、週2回走っているんですが、はい、それと組み合わせることができると思って、はい、なんですごい画期的なマテリアル向きのものだと思って走って、はい、稼げるんですね、うん、今ね、うんうん、で仮想通貨をゲットできるんですよ、はい、走るだけで、はい、動くだけでもらえるんですよ、うん、でそういうのもやりつつ、うん、でもそれってどういうふうにしたらいいのかっていうのは分からなかったらできないなって思いまして、うん、そうですね、はい、今も勉強の最中ですが、でそれはどういう仕組みになってるの？そうやそれを言わないとその、ね、はいはい、ステップンっていうのが、はい、靴 NFTね、はい、出てきました、 NFT です、はい、皆さんわかりますか、はい、NFT っていうのは、はい、あの要はその仮想の、はい、まあなんか画像とか、はい、デジタル画像、デジタル画像というか、はい、まあね、デジタルアート的なやつですよね、はい、だからそれが、もうこれはこれっていう、もうこれ一個、これが、はい、例えば間違いなくこれはあゆみさんのもんですという証明書がついちゃうようなやつですよね、うんうんうん、はい、でこれ書き換えができないんですよ、できないですね、二度と書き換えが、はい、まあ、あのブロックチェーン技術っていうのがあって、その、 技術によって、これはもうこれですっていうのも、だから靴っていうです、ね、靴の絵っていうのがあるわけですね、うん、で番号ついてて、番号がついててコピーもできない、はい、コピーしたらもうコピーって分かっちゃうから、うん、あ、コピーですよ、もうコピーはできないことではないんだけど、コピーしても意味がないですよね、うん、そうです、それではないという表紙になっちゃうんで、はい、だから世の中に1個しかそれは存在しないという証明のある画像のことを NFT っていう、うん、
はい、その靴をね、はい、持って、はい、アプリ上に入れて、はい、それを持って歩くだけとか走るだけで、はい、お金が入ってきます。そうだからそれがね、あの距離とか速さとか、はい、そうです、いろんな物差しがあってあります。でそれによって、はい、例えばあの歩くぐらい、ウォーキングぐらいやったら時速 何キロみたいな、時速何キロでした？4種類ある。お前がプレゼンしとんねん。あ、そうや、お前がプレゼンしとんねん。ウォーカー、ウォーカー、ジョガー、ランナー、はい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 、ちょ、待って、ウォーカーは、うん、1キロから6キロ、1キロから6キロ、はい、時速ですよ、はい、時速6キロまで、はい、で、ジョガーが5キロから9キロまで、はいはいはい、で、ランナーが8キロから20キロまで、はいはい、でトレーナーは1キロから20キロ。なるほど、はい、一番幅があるのがトレーナーなんだけど、はい、トレーナーの靴買うと結構高いという。今20万。わお。え、ウォーカーはどれぐらい？ウォーカーが今10万ぐらいです、ね。10万しますよ、はい、皆さん。10万します。でもね、あの、まあまあ面白いのが、このスピードより遅くてもあかんし、そうなんです、速くてもダメって、ね、この本当にこのちょうど枠、ちょうどこの枠に入っとかんとね、この中におらんと。そうなんですよ。稼いだことにならへんって。だから走るのが苦手な方が、はい、ランナーだったらもう最悪。最悪ない。いつまで経っても儲かれへん。めっちゃ走らないですか。8キロなんで結構でも速いですよ。まあ速いですね。8キロ速いですよ。時速8キロ、はい、結構速いです。不正もできないんですよ。はいはいはい、自転車乗って、はい、距離稼ごうでも、うん、絶対無理なんです。なんでなんで GPS がかなり精密で、うん、にできてて、うん、それが全部分かっちゃうん。あ、チャリンコ乗ってたらバレるんや。チャリンコも。嘘、俺乗ろうかな思ってる。ちゃかの。歩数計もついてるんで。歩数計も、ああなるほど。振動でちゃんと歩数数えてくれてる。犬につけたりする人もらしくて。うわ、じゃあもう走りながらこう揺らしてみる。ほんまでもね、私見たんですよ。自転車乗ってて、こうやって振りながら自転車乗ってる人いたんですよ。絶対それやってるやんな。絶対それやと思って、私ほんまにこうやり始めてちょっと増してから見て、おもろいね、その人やってる人が思って、めっちゃおもろい、何してんのかなって思ったら、ステップやね、絶対ステップやと思って、だから歩数あるもんみたいなんで、めっちゃおもろいやんそれ。ただ注意しないといけないのが、それバレると、うん、これ詐欺行為になる。ああ、なるほどなるほど、そうだよね、はい、そうだね、犯罪なんですよ、それやっちゃうと、はい、いや、でね、これね、なんで犯罪っていう話かっていうと、実はこれやることでお金が入るんですよ、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、ね、お金がかかってるんですよ。だから面白いのが、何分やったっけ、20分で今だいたい1万ぐらい稼げます。1万ぐらい稼げるらしいですよ、今の僕のレベルではです、ね、ああ、大阪部さんのレベルで、はい、もっと上げるとまたもっと稼げる。20分で1万ですよ。そうです、夢のような話ですよ、ね、日当ぐらいの話やんか言うたら。そうなんです、ちょっとアルバイトしに行った日当が1万ぐらいやんか。しかも20分です、はい、やろう、はい、40分やったら2万ぐらいいけるの。倍、もう単純に倍です、単純に倍でした、ね、単純に倍ですが、このね、うん、幅があるんですよ、その20分しかできないんです、うんうん、あ、なるほど、はい、1回20分なんや。今の僕のレベルでは、レベルではね、20分しか歩けない、1日、はい、え、それレベルが変わったらまだそれ以上いける？ね、エネルギー時間を増やすのは靴を増やさないとダメなんですよ。なるほど。10万する靴を。なるほど。今僕ね、靴3足持ってるんです。10日ぐらい頑張らなあかんねんけどね。10日、まあまあ、うん、10日か20日か知らんけど、ね、ちょっと頑張ったらもう1個買えるぐらいの話なのか。はい、ただ3足で僕今20分、うん。次のレベルが9足持たないとダメなんです。9足で45分になります。それさ、その、はい、何やろ、あの自転車操業って言うんじゃないそれ。ものすごい資金はいりますけど。あ、なるほど、はい、まあまあでもね、あのモチベーション上げるという意味で面白い仕組みですよ。全然いけると思いますよ。なるほど、なるほど、まあまあでもそこまでやらんでも、まあ、例えばその20分でね、はい、多少のあの金額が入ってきてっていう形になれば、そうですね、楽しみながらね、原価償却すれば、うん、あのあとはもう増えるだけやからね、うん、はい、2分40秒前になります。座談会みたいなってきましたけど、はいはい、ね、そういうのもね、学べる、うん、クリプトスタディっていうのを行っておりまして、はい、まあね、あのコインチェックとか、ね、はいはいはい、ニュースじゃない、 CM とかで、ね、やってたりとかしますが、はい、そういうのも使って、はい、一緒にね、
学んでいきたいなと思っております。そうそうそう、だからそのステップンのお金っていうのも、うん、あの日本円で入ってくるんじゃなくて仮想通貨で入ってくるって感じですね。 GST という、ね、はい、だからそれがまたあの価値が上がればその分またグッと上がるという話なんですけどね、はいはいはい、それもね、学ばないと自分のお金にならない、はい、そう、またあの引き換えるのもまた大変ですもんね。だからいろいろ仕組みがあるんでね、はい、あの要は不正防止をするためにいろんな仕組みが入ってるから、うんうん、学ばないとちょっとよく分かんないみたいな感じですね。そうですね、はい、間違ってしまうとね、はい、全部なくなってしまうので、うん、まあ、そこはですね、はい、ね、でもこのクリプトスタディっていうのが、はい、クリプトを始めましょうというか、はい、仮想通貨を始めましょう、うん、で DeFi の始め方、はい、DeFi っていうのがね、コインチェックとか、はい、コインチェックとかそういうメタマスクとかで、うん、そういうのもちゃんと知った上でちゃんと活用していきましょうっていうのを学んだり、はい、ステップの活用方法を学んだり、はい、まあ、個人資産のね、その自分がどんだけ仮想通貨に使っているかとか、どんだけ増えたかっていうのを計算表にしてね、計算をできる表を作っておりますので、それを打ち込みながらね、はい、自分は今こんだけ儲けてるんだとか、はい、こんだけ損してるんだっていうのをね、うん、分かってもらうようにやっております。なるほど。まあね、はい、あの仮想通貨は自分のね、うん、個人のね、なんだ、責任です。そらそうやね。そらそうや、そらそうやね。投資は自己責任。そら当然でございます。はい、ね、はい、でも本当にね、はい、昨日もね、ちょっと街の中っていうか、その、うん、まあ、あるところにいてたんですが、はいはい、そこでね、あのステップの話をしてる人とかも、本当になんか、あ、10分で4000円稼いだわみたいなとか、っていう話も聞こえて、はいはいはい、あ、これはステップンだと思って昨日ほんまになんか、なんか間近にこうね、触れたみたいな、やっぱやってるなとか、まあまあね、街でね、こうやって振りながらこう走ってるとかおるみたいな、みんなね、こう結構広まってきているので、はいはいはい、始めるなら今始めた方が早い方がいいなって思ってますので、ぜひぜひね、皆さんおすすめしたいと思っておりますので、はい、はい、ぜひぜひ、ということで皆さん、はい、頑張って、はい、クリプトスタジオですね、はい、はい、ぜひぜひお越しください、はい、来てみてください。はい、ちょうどになりました、ありがとうございました、はい、まあ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 座談会やけど、割とね、はい、あの分かりやすかったんじゃないかなと思いますけどね、はい、やっぱ具体例がね出てくるとみんななんとなく想像ができると思うんですけど ね、はい、でも走って稼げるってね、面白いですよね。めっちゃいいですよ ね、今ゲームがあるんですけど、はいはいはい、その普通のプレイトゥアーンっていうのが今さっきにも出てるので、うん、ゲームでそのポイントというかね、はい、あの課金制っていうか、なんか、うん、武器を買って、はいはいはい、してっていうので、ポイント貯めてる、はいはい、まあ、武器ってまた NFT にぴったり合うよね。そうですよね、かっこいいですもんね。ソードとか、ね、甲冑とか、なんかそういうことで防御力が上がってみたいな。すでにそれが多分もう始まってたんですよ。はいはいはい、で、やっぱりなかなか日本ではこの、うん、あんまりこう浸透してないっていうか、で、その中のムーブトゥアーンっていうのができたっていう感じ。なるほど、はい、まあ、でもね、今ほらメタバースとかも出てきてるから、そうですそうです、メタバースの世界はかなりこの、あの、なんていうんですかね、ブロックチェーン技術っていうのが相当使われる形になると思うんで、中でね、あの物のやり取りと、それからその NFT のやり取りみたいなのが相当行われることになります、ね、そうですね、もうディズニーも絡んでますし、ね、そうですね、そうですね、ディズニー入ってきましたし、まあ、なので、あの、覚えておいて損はないと。そうですね、はい、ぜひ皆さんも興味のある方はですね、はい、このマテリアルやってますよね、マテリアルで、はい、クリプトスタディやっておりますので、はい、ぜひ次は、はい、24日かな、24日ですね、はいはい、木曜日に行っておりますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ、はいはいはい、忘れてない、これ忘れてたお前告知やと思ってたやろ、今私も告知やと思ってたやろ違うで、違うで、はい、じゃあ、はい、行きましょうか、はい、行きましょうか、はい、俺だいぶ厳しいね、今日もうやめて半分ぐらい説明しましたからね、いやいやいや、ねえ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 、はい、でははい、行きたいと思います、はい、はい、さんのもこのプレゼンありかなしか、せーのはい、でもまだや、2つやもん、そうそうそう、いやだって、いやだって俺ほら一回やってるやんか、俺一回やってるやんか、ね、俺一回やってて、おいおいおいこいつ半分以上説明してへんやん、ほとんど
おさかべさんやったんいうので一応反対のね。でこれはあの高橋さんの丸。高橋さんの丸ですね。はい。高橋さん優しいな。優しいです。優しいな高橋さん。はい、ということでございました。はい。はい、ありがとうございました。と言いながら、次のコーナーが。あゆみはーい、おはようございます。何やねん今日もうあゆみ祭りやんけ。あゆみ祭りやんけ。はい、はい、マテリアルの情報です。はい、はい、3月19、20日土日ですね、はい、マテリアル雑貨店を行いますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、入場は無料となっております。はい、10時から18時の時間となっておりまして、はいはいはい、こちらムーリーズカフェマテリアル谷町で、はいはい、雑貨店を行っております。はいはい、手作りの、ね、品物や、はい、この、ね、オリジナル商品の LMS とか、うんうん、はいはい、ブラウンスタイリーさんも少しだけね、はい、お貸させていただいておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。あとね、出店者さんのえっちゃんハウスっていうところもね、うんうん、あの手作りのバッグとか、はい、巾着とか作っているところがあるんですが、はい、そちらの方の出店もございます。はい、はい、あとね、雑貨がたくさんありますので、うん、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、入場は無料です。2回目ですよね。2回目です、ね。はい、前回も、まあ、あの実は全然、ね、あの関係ない、うん、あの普通の一般のお客さんも、はい、来ていただいたりとかして、はい、ちらっと、ね、来てもらったりとかしたんで、はいはいはい、なので、まあ、ちょっとずつ定着してきたらまたどんどん混み合ってくるかなと思うんですけども、ね、はいはい、今のうちやったらあのそんなに混み合ってないんで、はい、あのゆっくり商品選んでいただけると思います。はい、ぜひ遊びに来てください。ぜひぜひお越しくださいませ。はいはい、で、あれですよね、今日と明日がお休みなんですね。そうです、今日と明日は、はい、12日と13日がお休みで、はい、何、あの、和歌山に御朱印巡りに行っております。御朱印のね、今ね、動画サイトも、はい、あの、はい、YouTube のサイトも、あー、なるほどなるほど、はい、チャンネル登録お願いします。はい、はいはい、僕もあのこの間ね、あの一緒にちょっとだけね、そう一緒にね、会ったりしてもらったんですよ。はいはい、そうそう、あの西九条の駅の近くに、はいはい、私の家の近くに、はい、過ごし神社に行ってきました、ね、家がバレちゃういや、そんな大差あれじゃないか、全然大丈夫ですけど、はい、遊びに行ってください。はい、ということですね。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、では次、高橋さん。おはようございます、高橋です。はい、シネマというのからございますけども、はい、久々に FM 天崎の前で撮っております。はい、服装も違います、申し訳ございません。ありがとうございます。はい、はい、ね、このコーナーに何喋ったか分かるんかな、なんともつなぎが、つなぎが分かるんかするんですが、はいはいはい、まさか、あゆさん、はい、見てますか。はい、うん、ということで、今日紹介したのも、はい、ですね、はい、本当は日本アカデミー賞の賞発表が終わってますが、ね、はいはい、は今は分かりません。分かりません。はい、だからまあまあ、それには触れずに、はい、でも今までのアカデミー賞、はい、日本アカデミー賞に、はい、関連した作品をご紹介したいと思います。はい、はい、まずこちらですね。はい、あんまり薬師丸さんのね、はい、作品を紹介しなかったんですけど、はい、持ってきました。はい、W の悲劇です。はい、1984年の作品です。はい、監督がね、女優を育てると言われた、はい、沢井真嗣ですね。はい、これで、あの、役がね、育てられました。うん、はい、原作は夏木真嗣さん、はい、制作は、まあ、加藤浩次さんですね。はい、でもこれは、まあ、あの、ダブルの悲劇っていう原作があって、うん、はい、それはなんか劇中劇になったので、全体としては、まあ、そのダブルにその2人いてね、その、はい、本当の人と嘘との、そういうダブルもあって、はい、いろんな意味のダブルがありますので、はい、そういう面白い作品になってます。はい、役所さんも日本アカデミー賞もノミネートされますけども、取らずで、はい、見てほしい反応が、上映中ね、はい、撮ったということでございます。はい、この時はですね、15億円の回収、はい、配給収入、回収収入、工業収入、工業収入ですね。はい、ね、本当は早くもね、天国に一番近い島と一緒に、はい、あの、上映されたんですけども、はい、そっちの方が話題になったということでございます。はい、何ですか。はいはい、はい、これ次はですね、日本アカデミー賞で作品賞を取ったという作品です。はい、はい、もう嬉しい、そうには嬉しい。はい、霧島部活やめる、はい、やめるっていうですね、はい、2012年の日本映画でございます。はい、スター監督が撮ってるね、霧島が最後まで出てこないで、ね、そうですね、はい、最後に題名が出てくる、はい、ですね。まあ、そういうネタバレになってもいいから、まあ、全然大丈夫だと思う。もう終わってるやつで、はい、これもだから私の好きなもしもが、うん、人のもしもですね。はい、で我々一緒の場面を違う角度から、うん、そうです、撮ってるっていう感じで、はい、ね、これが一つのなんか
手法になったそうですね、はい、霧島手法というか、ね、霧島方式だから後でなんかこんなん使われると全部それそうなんですよ。だからヤリングですね。めっちゃヤリングですね、はい、この逆でこれを見て避けなかったんですうんで、まあ主人公が神木隆、はい、で、ね、橋本愛さんそうですね。ね、東出さん。そうです。東出さんこれ出てます。そう、いい演技してます、ね。そうそう。コナテは少し映画で違う作品でお会いしたんです。ああ。それまだネーミングがなかったから、はい、そんなにわーわーって。なるほど。時でまあそこからね。でもこの作品そうなんですよ。山本美月さんも出てますし、うん、そうなんです、ね。松岡舞舞さんも出てるね。はい、で朝から高田。はい。で前の前の子ね。前の子も、はいはい、今なん出てるね。はい。タイガーも出てるね。はい。すごい割合。これ出たそうなんですよ。あのだいぶ、ね、今頑張ってます。はい。ね、だから映像主題歌も高橋優さん。そう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 。そこから割合流行ったんですね。はい。で、その割合これね、いろいろ高知県、うん、高知県内でロケされたあ、そうなんですね。はい、どうしてまず高知県が映ってるおお。でもあの、まあ、口コミでヒットしたんですけど、はい、制作してきたらそんなに、うんうん、なってないと。だからちょっと一般の人にはあまり受けなかった。なるほど。映画人は見てほしいという。そうですね。でも話題にはなりましたね。はい、なんかそうこの手でだからあの日本アカデミー賞を取ったっていうのは、はい、素晴らしい、はい、ことなし。吉田監督のネームバリューも上がったということでございます。はい、この日本もアメリカもアカデミー賞に浸ってみてはいかがでしょうか。はい、以上でした。はい、ありがとうございました。はい、はい、エンディングでございます。お疲れ様でした。はい。皆さんの辺がちょっと寂しいですけどね。ね、そうですね。はい。今日は12日ですよね。12日ですね。3月の12日ですよね。はい、何かお忘れではないですか。何も忘れないですよ。全然忘れないですよ。何も忘れない。2月14日。サイズの日ですね。あ、サイズ、そうそう、サイズの日ね。それはもう半ドンの日。半ドン。今日半ドンですよ、みんな。ちゃんちゃん、3月に白いもの。もう欲しがるな、白いやつを。しょうがないな、もう、はい、やった白い袋に。白い袋に。毎年ですけど、はい、何何白い袋に、はい、いきますよ。はんぺん。はんぺん。そして、はい、きくらげの天ぷら。え、きくらげの天ぷら。そして、しらたき。白い白い白い。そしてまだあるくず切り、くず切り、白いものホワイトデーでしまったといただきました。ありがとうございます。はい、はい、白いもの、はい、白いミルクティー、はい、はい、ココア、ココアじゃないミルクティーや、はい、ありがとうございます。はい、はい、高橋さんからもいただきましたので、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、なんか約1名が幸せな顔してるので、これで終わりたいと思います。はい、はい、ありがとうございまし ました。来週も映画監督来るよ。